どうもこんにちは平井博明です今回のお話はですね自分の父親の話を聞いていただきたくて動画撮ってるんですけどもまず何を話したいかと言いますとクラブセッティングのお話なんですねそのクラブセッティングが例えば優しすぎたりとか難しすぎたりというのを使っている方が結構いらっしゃるのでそのクラブセッティングとかですねスペックですよね。 についいてて少しお話しさせていただきますなぜその自分の父の話をするかというとですね自分の父は自分がちっちゃい頃からゴルフずっとやってまして年に200ラウンドとか前はやってましたね僕が幼稚園とか小学校ぐらいの時で、まあ、そこから自分がゴルフ始めるようになって、まあ、一緒に行くようになったりとかいろいろ、まあ、ゴルフに対して すごいゴルフが大好きなんで一緒についてってやってたんですけどもクラちゃんもいくつか取ってそこから練習場なんかも毎日400球ぐらい打って仕事帰りですねそこでしばらくクラブチャンピオンとかクラブ競技に出なかった時期があってやっぱりもう一回クラブチャンピオンを取りたいと言ってですねどうしたらいいかってレッスンしてくれって言われてでいろいろスイング見たんですけど。 スイングじゃないいよと言いましたスイングはもう今のスイングでも十分クラちゃんは取れるんでまあクラブを変えなさいというふうに父に言ったんですけどもその時使ってたのがアイアンが 85g86g ぐらいのスチール使ってましたウッドが 50g 後半ぐらいの S を使ってたんですよ S シャフトそれでいろいろ クラブ試した結果もう一度クラちゃん取りたいんだったら全てクラブ一新してそのクラブのスペックに対してのプライドを捨ててライトスペックにしろってことですよね軽い簡単なクラブにしてアイアンを 75g の R にしてカーボンのドライバーも 50g 前半か 40g 後半だったかなの R シャフトにして66歳で クラブチャンピオンになったんですよまともとパターは得意だったんでパターはそのまま同じものを使ってたんですけど結局何が言いたいかというとクラブを見えで使ってたりするとどうしてもスコアだったり技術に対して邪魔をする場合が結構出てくるんですなのでできれば自分のレベルよりもほんの少しだけアンダースペックというかライトスペックを使っていただいた方が より優しいいゴルフができるんじゃないかなかとその例として自分の父がまあたまたまそういうことがあったんでお伝えしたくて撮ってるんですけども僕もそうなんですよ僕もその現役の時使ってたのが 128g ぐらいのまあアイアンのシャフト使っててスチールシャフトドライバーが6の X スプーンが7の X クリークが8の X とか使っててその時はちょうどいいなと思って使ってたんですけども。競技ゴルフをやめてから すごい2ランクも3ランクもスペックダウンして打ってたんですけどもやっぱり練習量もこう減りましたしもちろんその練習量が減るとインパクトに対してのパワーも落ちてくるんで同じスペックだともちろん打てなくなってくるんですよねしんどく感じたりとかあとは球が上がらない上がらないイコールスピン量が足りてないんですけどもそれに そのボールをやっぱりビシバシ打ってた時の球に戻したいってなった時に体は落ちてるでも理想は高まる現役の時と変わらないのでそうするとその理想と現実の差がすごい大きくなるんでその間を埋めるのってやっぱりスペックなんですよねなので自分も相当ライトスペックにしてあのまあ 90g ぐらいのカーボンシャフトを入れたりとかアイアンでですね でドライバーも 50g の S 入れてそれでもちょうどいいなっていう感じでした全然いい球は出ますし距離もそんなに変わらないのでウェイトがない振りやすいクラブを使ってまあ、それでこの間も千葉県の藤ヶ谷カントリー行って67で回ってきて前の動画でもやっぱり手打ちで 打ってパターが入れば全然アンダーも出ますって言ったのがまあ現実になったっていう感じなんですけどもやっぱりずっと時間をこう使って練習をしてやってきた時っていうのはそれなりに体も慣れてていいショット力強いショット打てるんですけどもやっぱり週に1回 YouTube の撮影の時に。 球しか打たなくなくくってくるとどうしてもそれってやっぱり打てないイコール僕はオーバースペックだと思ってるんでもちろん練習量が足りてないんで技術部分が落ちるんですよね落ちるのでその今の自分の、まあ、実力と技術に合ったクラブに変更しないといけないなという考えからスペックを落としました。それでいい球も打てるようになって ゴルフが楽になったんですよね。最初は多少違和感あったんですけども、でも今もう全然違和感なく普通に打てます。なんといってもスチールからカーボンにしたっていうのが一番自分の中では大きかったんですよ。で結果的にはまたスチールに戻したんですよ。戻したんですけども、でもウェイトは上げずに軽いスチールを使ってます。N.S. プロを使ってるんですけども。 そのカーボンシャフトっていうのはアイアンの話しますけどもカーボンシャフトっていうのは自発的な動きが結構あるんですよ自分からこうポンと戻ってくれたりとかですねあるんですけどもスチールシャフトってシャフト自分から全ての動きを加えて打ってあげるようなシャフトなので同じグラムでもスチールシャフトの方が重く感じます。 こうちょっとドヨーンと動くのであまりシャキンっていう感じではないんですよね、まあ、それがまあカーボンとスチールの差なんですけどもでも打感感いいううかボーールルののの潰れる感じははスチールの方が全然僕は好きですねちょっと話戻しますと自分の父親なんかはホールインワン9回やって年間本当にさっきも言いましたけど、まあ、200ラウンドぐらい昔はやっててで、まあ、今は全然年に3ラウンドぐらいしかしてないですけど。 でもゴルフが好きでずっとゴルフ番組見たりとかはやってるんですけどもやっぱり僕が見た感じその66歳でクラチャン取った時のスイングっていうのはもうめちゃくちゃいいスイングしてましたし今でもパッと思い浮かべられるぐらいいいスイングしてましたゴルフの考え自体もクラブのスペックを落としたことで全然考え方も変わったみたいで本人は やっぱり自分でも言ってましたクラブに対しての見えがあってなかなかスペックを落とせなかったっていうことを言ってたんで何かしらクラブに対して重いというかどういうクラブを使ってないといけないっていうところがあったと思うんですでもそのことがなくなったのがクラちゃん取れた一つの理由って本人も言ってるぐらいなんで。 やっぱりそののゴルフクラブのチョイスですよね選び方っていうのはすごい大事なので一旦クラブを見直すもしくは自分よりハードなスペックライトスペック両方打ってみることがすごい大事かもしれないですねどう違うのかっていうのをまず打って自分が感じることが大切なので打たないと分かんないいとかんですよね構えてちょっと重さ感じるぐらいだと全然分からないので。 できれば打った方が仕出した方方ががしいいいと思いますそのスペックというのは、まあ、買い換えるるタイミングととかもあると思うんですよ日頃練習場とかで届いてた看板や届いてたネットが最近ちょっと届かなくなったなと思ったりですねあとは今まであの目線だったのにちょっと下がってきたもうちょっと低くなっちゃったなとかいう時に買い替えるタイミングなんじゃないかなという一つの目安。 になると思いますそれはシャフトの硬さだったりロフトなんですけどもどうしてもボールってスピンが入ってた方がやっぱり対空時間が長く飛ぶんですねキャリーが出るのである程度ヘッドスピード例えば50近い方でスピンが入りすぎてしまう方でしたらロースピンのスピンが入らない。 ヘッドとシャフトを使っていただい,た方がいいいたたただ方方がんでですけども40前後の方でしたらある程度スピンがが入った方がいいんですスピン量が多い方がいいのでどうしてもスピン量が少なくなってくると球がこうドロップしてしまったり高さが足りなかったりっていうふうになってきますのでそういう球が最近多いなと思ったら是非そのスペックの見直しをしていただいた方がいいですね。あとはよくあるのがですね例えば今ヘッドスピードが40だとします。 今使ってるスペックがこの辺のスペックだとします。たときにスペックをこう落としますよね。ヘッドスピード40に対してもうちょっと優しいクラブとして感じたいんでスペックをライトスペックに落とします。のときにスペックを落としたからって自分のスピードも落としてたら結局この差って埋まらないのでそんなに難しさって変わんなくなっちゃうんですよ。自分のヘッドスピードが常にキープしてる上で ライトスペックにするんでこの差が生まれて優しく感じるのでスペックと同時に自分の力感だったりスピードも落としちゃうとずっと自分の体に対しては同じスペック同等のスペックを使ってるのと一緒になっちゃうのでなるべく自分のスイングスピードだったり力感っていうのは キープしていただい,た方がいいいいたただ方がと思いますそのスイングに対してもものの考え方というかゴルフの漠然的な考えにしてもやっぱりあまり高望みしても良くないですしまあいいやでももちろん良くないんですけどもある程度自分の実力を知った上で少し上を目指しながら常にちょっとずつ進むっていうことはすごい大切かなと思います。 もちろんその大きいあの目標と身近な小さい目標と両方持っていった方がいいと思うんですけどもあまり届かないような目標を持ってもショックを受けたりとかですね絶望感に浸っちゃうこともあるんでなるべく手の届きそうな目標を持っていただいてやっぱり楽しくやるってことが大切なので。 練習場なんかでも楽しめる課題を持ったりとかですね、練習方法を常にやり続けることが大切かと思います。ではですね、少しなりましたけども、今回自分の父親についての内容の動画と、あとはクラブのスペックですよね、の話を少しさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。